どうも、ハラスメントの花尾です。どうも、ハラスメントの花尾です。ちょっと面白い動画を見つけまして、はい、書道家たくみさんっていうね、なんか書道をエンターテインメントにしてる人がいまして、あ、書道界の呼び乗り、書道界の呼び乗り、書道界の呼び乗り、それは間違いない、書道界の呼び乗り、それはほんまに間違いない。はい、ということで、まあ、この人が面白い動画を出してまして、はい、47都道府県をそれぞれ1文字にしてみたっていう動画があって、はいはいはい、例えば北海道だったら、まあ、こういう感じで北と海と、まあ、道みたいな感じをなんか全部こう部合体させて、合体させて、まあ、キメラみたいなやつをやってて、はいはい、で確かにしかも伝わるやん、これ。あ、伝わる伝わる。これどこの県でしょうはできる、うん、でこれやったら多分誰でも漢字1文字で表せるんじゃないかと。そうやな、字が特に綺麗やから動画にはなってるけど、俺らでも考えることはできるもん。そうそうそう、うん、と思って、今回はですね、いろんな YouTuber の名前を漢字1文字にして2人で一致するまで帰るまでー。いやー、厳しい戦いですよこれ。はい、想像力強いやつとやったら絶対そろばん説あるからな。でもこれでも象徴とする文字が、うん、2人の中で一緒やったら、あ、そうだ、大体組み合わせ一緒になる説あるんじゃない。確かに、だから意外と一緒になるんじゃないと思って。あ、確かに。というわけで、ナイキッドバスで大水苔の娘まで。じゃあ、1人目ジャキンさんを漢字一文字で表してください。はい、形から言ってもいいし。いや、そうやね、そうやね、そうやね。いろいろだからアプローチの仕方はあるな、あるな。でもなんか多分こうなるだろうなっていう。いや、そうね。これほんま合わす気でいくで。いいよ、いいよ、俺そのつもりやで。お、すごいかもこれ。いや、すごいかもみたいなこと書かれたら合わへんって。そんなお前せーので出しますか。いいよ、いいよ、いいっすよ、いいっすよ、もういけますよ。いくよ、はい、せーの、ポン。おいおいおい、お前ヒカキンの火要素どこにあんの。ここに非常の火がさ、あー、そういうこと。これがウィーって分かれて、はいはいはい、で課金やから。あ、そうそうそう。いや、でも取った場所俺と一緒やん。お前、惜しい。あ、場所は、え、惜しくない。取った場所は俺と一緒や。だから俺がこう来たらよかった。俺も、そうそうそう、ヒカキンさんの課金のカーの右の果物の字を取って、うんうん、そこに火を書いたい。で、金編、カナ編。え、意外と惜しい。意外と惜しい。いや、取った場所一緒や。だから。だから上、上下、上下、あ、問題。あと上下なのかよ。なんか意外と強引だよ。意外と。あと2、3でいけんちゃうかなっていう気もしてきたわ。今取った場所全く一緒やったもん。すごい、でいや、びっくりした俺。びっくりした、はい、うん。で次、はい、はじめ社長。はじめ社長、はじめ社長ね、はいはい。意外と多くないこれ、もしかして。でも合う説あるで、ほんまに。感性似てたらこれいけんちゃうかなって。でも感性似てないもんな俺ら。感性似てないけど、今回に関してもしかしたら意外となんか、意外といけるかもしれんな。やったら結構すごい。でも、あ、できればあの尺的にまだ会いたくないけど確かにね。いやいやするわけ、いやいやするわけで、こんなこと言ってられる今のうちかもしれない。20問ぐらい言ってるかもしれない、気づいたら。ちょ、怖い怖い、はい、行くで、はい、せーせーので、わっ、あー、よかったー、よかったなよかったって言っちゃった。動画のこと考えて合ってない人いる。よかったとか言っちゃった。あ、でもお前の方が社長っぽいな。ぽいやろ、僕ら。あ、こっちの、これの方がええよ。あ、こっち取ったわけや。だからこれ土取ったわけね。そう、土取って、あー、蝶で、これは絶対入れるやん。やっぱ、だからこれも一緒で、でお前やっぱりやっぱりそうやっぱりだからトレンドなのね。じゃあお前なんか思うみたいな、下に心つけるとか好きなんやね。ああ、好きだ。心こっちの方が整ってる感じがさ、立身弁じゃなくて、うん、でもそっちの方がはじめ社長分かりやすいと思う、実際。やろ、やろ、そっちの方が分かりやすいです。じゃあ次フィッシャーズ行く。ああ、行きますよ、はい。まあちょっと敬語やからこれ自体が。そうね。でもこれでも結構単純か。さては単純やと思うで。これ一致したらね、一致したら結構やばいと思うで。死ぬまでさすがに結婚するわ、ちょっと。死ぬまで結婚するって日本語やばいけどはい、いいっすよ、せーので、ポン。はい、あ、意外と。何それ。てっ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 て動画見てくれてありがとうあ、そういうこと。魚軍団かと思った。魚軍団ね、そっち通ってだから、うん、合うかなって思ってこれ天才すぎるやろ。あれ、こういうのもある。こういうのもある。ごめんごめん、判例を示したわけ俺は。ギア入れ替えるわギア入れ替えたらいいや、お前気なんだギア入れ替え、合わせる気ない、合わせる気ない。はい、次、雪犬行ってみましょうか。雪犬さんね、はい。雪犬さん結構難しいと思う。雪犬は確かにむずいね。うん、あ、これでも意外と合うくない。意外と合うと思うで意外と合ういっせーのーでポン。はい、え、どういうこと。え、あ、そっかこれ
あー、パイね。手の角度6分のパイです。30度。あ、それうまいわ。30度。パイうまいね。これだって、見事に溶け込んでる。なんか見事に、このパイが溶け込んでるやん。これ何あ、湯切らず。湯切りってよく湯切りで聞くから。あ、なるほど。湯切りってよく聞くやん。なるほど。湯を切らずということで、湯切りぬ。もしかしてこれ、ヒカキンさんが一番惜しかったかもしれない。このやり続け、ショットが一番惜しかった。次ちょっと、当ててみるパターンいくか。当ててみるパターンいこう。はい。じゃあ、これは、どういう YouTuber でしょうか。右、俺さ、最初、回答の回にしか見えんかったよ。回はって言うんだな。さすがに J やん。さすがに J。松井さん。回ときたら、怪物？あ、じゃあ英語で言うと、モンスター？ってことは、オーナー君。なんで怪しいのなんでそれ。いやだってお前モンスターに怪物くんモンスターにこれはあー分かったーおいモンスタージョン TV なるほどじゃあお前これ当ててみこれでも当てれると思うあ当てれる今のレベルじゃあこれでいくね、はいはい、せーのはいいいの信用がかなりむずいからいい仕草出してますねあ分かったすげえこれノエリンや正解ですすげえこれなんと新尿が A も N も兼ねてるんですこれクリエイティブやなこれこれサインでいいやんもうこれ確かに次、はい、東海オンエア解きますあーはいわかりました意外とむずいあ意外といけると思ったけど意外とむずかった僕はこれです、はい、せーのボンこれですあー東海の東海でオンエアじゃないですか空の上にあー空の上に東海だから東海オンエア賢い賢いだから一本空気の上に東海俺は、うんやばっあ、俺もか、岡入れようか迷ったよ岡崎6人組あ、岡崎、あー、確かにそっちだよ俺だ、岡崎も入れるか6って数字も入れるか迷ったよねいやこれでも確かにそれは、うん、もうこれが一番きしっくりきたもうそれもあげるその権利あげるあ、くれんのその著作権あげます著作権くれんのじゃあ水溜りボンドいきますか水溜りさんね、はいこれだったら難しいな、これこれでもまあ、もともと漢字多いからそうね、そう一斉のでっぽい。あ、でもちょっと惜しい。ちょっと惜しいねんけどなー。水たまりで、こう水たまりやん、水たまり。はいはいはい。で、ボンド、ね、ボンドを接着剤として捉えて、くっつけました。はいはい。僕は、僕も、水たまりのボンドっていう結合だから、で、ここで、もう、そっちでいったんか。H2O の、水の酸素と水素の、まあ、結合をちょっと意識して、あー水素と水素水素みたいなじゃあここ104度だね104度ここそういうことですかヒカルさん行くヒカルさん行っとこ俺これ多分合うと思うよ、ね、これはでも合うよさすがに、うん、こうやと思いますはいこれはほんまに合わせよ俺でも結構うまく描けてる気がするこれもうどう見てもこれそうちゃうってあほんまにそうなってるよほんまにマジでこれで終わると思うこの動画いっせーのーでほいほいあーそっかよーあそっちかよーお前あそっかこっちじゃん、お前。え、ほら、やっぱ、ほら、こうやろ分けて、いや、半分にしてる、半分にしてる。そうそうそう、そこしかないよ。俺は、金髪、黒、黒。あ、そっち。あ、でも、まあ、わかるけど。いや、でもやっぱりさ、こうするやん。こうするな。こうして半分にする。それは、俺もその感じだって。ポケットモンスターやもんな、これだって。あ、惜しかった、マジで。聖金さんいくか。あー、これめっちゃ。これしかないよー。でもこれめっちゃうまいんよ。一斉の、レッフ。はい。これは、あの、聖金さんってなんでこの金にしたかも理由あって、聖金さんって毒もらわれるみたいなのあるやん。あだから、ここに、実は、毒あんねん、ここに。あーあ俺、一緒、毒をもらわれた、金太郎って感じ。あはははは。ちょっと待って、そう、毒もらわれてんの、俺も。なんで青にしたかったら、青酸カリから来てて。だから、青い金になっちゃって。この聖金で、まあ、十分聖にやってる。で、ここの、こことここ取ったら、毒になる。いろいろ書き言葉あって、レベル高いな。そうそうそう。じゃあ、瀬戸康史さんいきますか。あー一斉のーで、はいこれで結構雑な時だな。いやでも、いやマックス村井さん一斉のーで、はいおー、ここちょっとお前無難に攻め、次なんちゃうこれじゃあ、関根梨沙さんあー、オッケー関根梨沙さんいいよ一斉のーで、ほいはい関どこ行った関ない、そんなんない木下優香さん木下優香さん木下優香さん一斉のーで、ほいはいははぁじゃあ花田に行きますあーもうこれで終わろこれで終わろこれで終わらんかったらやばいわすごい感じ見てない普通に確かにえ、もしかしてそう思ったお前もこれだけでいいんちゃうそれ思って俺も
え、じゃあこれで出す？多分俺こうやと思うわ。俺も多分こうやと思うんだけどな。これなんかこれほんまにあったらすごい、もはや逆にすごくない？これで、もはやこれな気がするわ、なんか。うん、これでいいんじゃないかなってなっちゃったんや。思った。え、思った。え、じゃあ結構近いかもしれない。え、じゃあほんま近いかもしれない。逆にみたいになってんねん、俺のやつ。わかる、わかる、わかる。逆にみたいになってんねん。え、じゃあほんま行く、いいよ、いいよ。いっせーの、え、はい、はい。わあ、ほら、やっぱり、ほら、来た。この漢字の中に、で、入ってんねん。思った。ほら、俺は花、普通のフラワー描いたら解散してたと思う、俺は。絶対に、まず。そうなんや、そうなんや。花尾ってよく下駄の花尾と呼ばれてるから。で、そう、昔下駄の花尾に Google 検索勝ちたいっつってたよね。絶対花尾って調べたら上に下駄の花尾が上位に来ちゃうから、それに勝ちたいっつってたけど。し、だからまずこっちの花は絶対で。あ、そう、こっちの花が。じゃあ念願をどうしようかなってやって、岩一瞬つけようかなって。あ、俺も横にこっちに岩つけたんや。そう、よくよく考えたら、でも花でんって言ったから、お前は。そう、ガンいらんくねってなって。そうや、ね、消したらこれしか残らんのよ。これだけやった。これしか残らんのよ。常用漢字に俺らいる。これは訓読みで花でんと読みます。